今ではイタリアでスポンサーをつき、アジア人初のショースケーターとして招待されるほどの選手になりました。現在錦選手は恵比寿でアルバイトをしながらイタリアに行って練習をしています。それではお待たせいたしました、錦選手です。どうぞ。披露してくれるそうで、
イルフォーバッチという曲に合わせて演技してくれるそうです。それではリスク選手にお願いします。